こんにちは、ホタラミキッズです。今回はこちらの糸を使ってバッグを編んでいきます。使う糸はダイソーさんで購入しました糸になります。タイニーネップのオーロラとリサイクルコットンのライトグレー、こちらの2種類を使って編んでいきます。どちらも2本取りで編んでいきます。7号のかぎ針で編んでいきます。リサイクルコットンの2本取りとタイニーネップの2本取り、少しこのリサイクルコットンの方がタイニーネップに比べて細めになってます。7号で編んでいこうと思うんですが、こっちのタイニーネップの2本取りが7号だと編みにくいなっていう方は8号にしていただいたり、8号と7号とかっていう感じで編んでいただいてもいいかなと思います。まずは1段目タイニーネップ2本取りで編んでいきます。輪の作り目で編んでいきます。指に2回糸を巻きつけて輪を作って編んでいきます。輪の中に針を入れて糸をかけて引き出します。鎖2つで立ち上がります。この立ち上がりの鎖2目、長編みの未完成としてカウントしています。糸をかけて輪の中に針を入れて引き出して長編みの未完成を作っていきます。針に3つの糸がかかっているので2つ引き抜いて長編みの未完成です。長編みの未完成2目を1つにまとめて編んでいきます。一度に引き抜く。最初の目にマーカーをつけておきます。次は鎖を1つです。これを8個編んでいきます。糸をかけて輪の中に針を入れて糸を引き出して2つ引き抜いて長編みの未完成。同じものをもう1つ編んで長編みの未完成2つを1つにまとめて鎖を1つです。繰り返して8個分作っていきます。一度に引き抜いて鎖を1つ、長編みの未完成を2つ編んで1つにまとめて鎖を1つです。1周編んでいきます。くるっと1周編んできました。1,2,3,4,5,6,7,8個入ってます。最後鎖を1つ編んで編み終わっています。ここまで編めたら輪を引き締めていきます。編み地を寄せて糸端を引っ張ると、こっちの糸が動いたので動いた方の糸を引っ張って輪を引き締めていきます。最後に糸を引っ張って、この引っ張った糸も引き締めていきます。かぎ針を戻してマーカーをつけておいた玉編みの頭、ここに針を入れて引き抜き編みをして編み終わります。長編み2目分の玉編みを8個編んであります。次は糸を変えて編んでいきます。2段目は今編んできたこの玉編みと玉編みの間、ここに鎖を1つ編んでいます。ここから編み始めていくので1回引き抜き編みをして1目ずらして編んでいきます。玉編みと玉編みの間に針を入れて、この時にリサイクルコットン2本に糸を持ち替えて
を引き出して、このまま引き抜いて糸を変えていきます。タイニーネップの方は糸を休めておきます。次は1段目で編んできたこの長編み2つ分の玉編み、この玉編みと玉編みの間に長編みを3目ずつ編んでいきます。鎖3つで立ち上がります。最初の目にマーカーをつけておきます。鎖3つで立ち上がったら、続けて鎖を1つ編みます。立ち上がりの鎖3目は長編み1つとしてカウントしています。次は前段で編んだこの玉編みと玉編みの間です。鎖が1つ入っているので、この隙間に長編みを3目編んでいきます。糸をかけて針を入れて糸を引き出します。2つずつ引き抜いて長編みしていきます。同じ目に長編みを3目編んでいきます。長編み3目編めたら、次は鎖を1つです。鎖を1つ編んで次の隙間です。長編みを3目編んでいきます。2つ3つ、長編みを3目編んだら鎖を1つ、これを繰り返して8箇所編んでいきます。長編み3つ、鎖1つ、繰り返して7回編んできました。最後鎖1つで編み終わっています。鎖3つで立ち上がった根元、ここの隙間に長編みを2つ編んでいきます。1つ2つ、最初の鎖3つの立ち上がりと合わせて、これで長編み3目分になります。マーカーをつけておいた立ち上がりの目に引き抜き編みをして編み終わります。次も糸を変えて編んでいきます。すぐ隣の穴です。ブロックとブロックの間に針を入れて、休めておいた糸に持ち替えて、この糸で引き抜いて糸を変えて編んでいきます。リサイクルコットの方は糸を休めておきます。次の段は長編みの未完成3つを作って玉編みしていきます。立ち上がりは鎖2つです。この鎖2目も長編みの未完成1つとしています。糸をかけて根元に針を入れて引き出して、2つ引き抜いて長編みの未完成。同じものをもう1つ作って、長編みの未完成3つ分を一度に引き抜いて玉編みします。今編んだ玉編みの頭にマーカーをつけておきます。玉編みを1つ編んだら、次は鎖を2つ編んでいきます。同じものをもう1つ編んでいきます。同じ目に針を入れて、長編みの未完成3目分を一度に引き抜いて玉編みします。鎖を2つ、ブロックとブロックの間に2つの玉編みが入るように編んでいきます。玉編みと玉編みの間は鎖が2つずつです。糸をかけて隣の穴の中です。長編みの未完成を3つ作っ
て、一度に引き抜いて、鎖を2つ、同じ穴の中に玉編みをもう1つ編んでいきます。一度に引き抜いて、鎖を2つ、繰り返して編んでいきます。ぐるっと1周編んできました。前段のブロックとブロックの間に玉編みが2つ入っています。長編み3つ、長編み3つを1つにまとめて編んであります。この玉編みと玉編みの間、ここは鎖が2つずつ入っています。全部で16個の玉編みが入っています。最後は鎖2つで編み終わって、マーカーをつけておいた玉編みの頭に針を入れて、引き抜き編みをして編み終わります。次も糸を変えて編んでいきます。ブロックとブロックの間、玉編みと玉編みの間に針を入れて、休めておいた糸に持ち替えて、この糸を引き抜いて目をずらして編んでいきます。3段目までは円で編んできました。次4段目は四角い形にしていきます。立ち上がり、鎖4つで編んでいきます。3、4、鎖4目で立ち上がっています。立ち上がりの目にマーカーをつけておきます。今編んだ鎖4目の立ち上がりは長々編みとしてカウントしています。根元に長々編みを2つ編んでいきます。糸をかぎ針に2回巻きつけて、根元に針を入れて糸を引き出します。針に4つの糸がかかっています。2つずつ引き抜いて長々編みしていきます。同じものをもう一度編んでいきます。2つずつ引き抜いて長々編みです。今編んだこの長々編み3つ分が角の目になってきます。次は鎖を1つ編んで、隣の玉編みと玉編みの間です。ここには長編み3目を編んでいきます。1つ2つ3つ、鎖を1つです。長編み3目と鎖を1つ、これを3回編んでいきます。今1回編んだのであと2回編んでいきます。隣の玉編みと玉編みの間に長編みを3目です。2、3個編んで鎖を1つ、次の玉編みと玉編みの間に長編みを3つです。鎖を1つ、長々編みを編んだ次は長編みのブロックを3回編んでいきます。ブロックとブロックの間には鎖が1つずつ入っています。次も角の目にしていきます。角の目は長々編み3つのブロックを2つ入るように編んでいきます。糸を2回巻きつけて、隣の隙間に長々編みをまずは3目編んでいきます。糸を2回巻きつけて、2
2つずつ引き抜いて長々編み、長々編みのブロックを1つ編んだら角の目は鎖を2つです。針に糸を2回巻きつけて同じ目に長々編み3目のブロックを1つ編んでいきます。これが角の編み方になってきます。長々編み3目、鎖2つ、長々編み3目です。あとは長編みのブロックを3回編んで角の目、長編みのブロックを3回編んで角の目、長編みのブロックを3回編んで1周編んでいきます。ブロックとブロックの間は鎖が1つずつです。角の部分だけ鎖が2つです。くるっと1周編んできました。角の目を編んで長編みのブロック3個編んで最後鎖を1つ編んだところです。角の目に長々編みのブロック1つ分になっています。編み始めの角の目、長々編みのブロックが1つなので最後長々編みのブロックをもう1つ編んでいきます。糸を2回巻きつけて長々編みを3目編んでいきます。長々編みのブロック2つ分になりました。この段の最後の目は鎖2目で編み終わらず中長編みで編み終わっていきます。糸をかけてマーカーをつけておいた立ち上がりの目です。ここに針を入れて糸を引き出して針に3つの糸がかかっています。一度に引き抜いて中長編みです。次の段をこの角の目から編み始めていきたいので最後は中長編みで編み終わっています。中長編みで終わって次の段を糸を変えて編んでいきます。根元に針を入れて糸を持ち替えて引き抜き編みをして糸を変えます。次5段目を編んでいきます。鎖2つで立ち上がって根元に長編みの未完成、長編みの未完成2つ分の玉編みを1つ作って鎖を1つ、同じ角の目に長編みの未完成を2つ作って一度に引き抜く。次はこの模様を編んでいきます。玉編みと玉編みの間に鎖を1つ、ハート模様みたいな形になってます。最初の玉編みを編んだ頭にマーカーをつけておきます。次隣の隙間です。ブロックとブロックの間に長編みの未完成2つ、一度に引き抜いて玉編み、鎖を1つ編んで同じ目の中に長編みの未完成2つを作って玉編みです。玉編みと玉編みの間は鎖が1つです。このハート模様とハート模様の間は
ハート模様を1つ編み終えたら、次の隙間に同じように編んでいきます。長編みの未完成2つを玉編みにして、鎖を1つ同じ目の中にもう1つ玉編みをしていきます。繰り返して編んでいきます。玉編み一つ作って鎖を一つ、玉編みを一つ、繰り返して角まで編んでいきます。次は角の目です。前段で長々編みのブロックを2つ編んで、鎖を2つ編んだところです。この角のブロックにハート模様を2つ編んでいきます。玉編み1つと鎖1つと、玉編み1つでハート模様1つを編んだら、この角の目は鎖を3目編んでいきます。鎖を3つ編んで、同じ角の目に玉編み1つと鎖を1つ、玉編みを1つでハート模様を作ります。角の目はハート模様が2つ入っています。ハート模様とハート模様の間は鎖が3目です。これを繰り返してぐるっと1周編んでいきます。5段目の最後の部分です。この角の部分もハート模様1つで編み始めたので、最後ハート模様をもう1つ編んで2つにしていきます。角の目に長編みの未完成2つを1つにまとめて玉編み、鎖1つと同じ目の中に玉編みをもう1つ編んでハート模様にします。この段の角の目は鎖3つで編んできました。最後は鎖を1つ編んで、マーカーをつけておいた目に中長編みして編み終わります。前段の編み終わりとこの段の編み終わりが鎖一つ分違います。次の段が底の最後の編み方になってきます。今5段目まで編み終えて約14センチくらいの長さになってます。もう1段編んでいくので、だいたい17センチあたりの底の大きさになっていきます。次の段も糸を変えて編んでいくので、根元に針を入れて休めておいた糸に持ち替えて引き抜き編みをします。立ち上がり鎖2目です。同じようにハート模様を編んでいきます。糸をかけて根元に針を入れて長編みの未完成、これを一度に引き抜いて玉編みします。玉編みの頭にマーカーをつけて鎖を1つ、同じ角の目に長編みの未完成2つ分の玉編みを作ってハート模様です。次は前段で編んだハート模様の玉編みと玉編みの間です。ここにハート模様を編んでいきます。糸をかけて鎖1つで編んだこの隙間に長編みの未完成2つを
玉編みしたものと鎖を一つ、同じ目の中に長編み、長編みの未完成2つ分を玉編みしたものを作ってハート模様を編んでいきます。次も同じように前段のハート模様の間に ハート模様を編んでいきます。これを繰り返して角の手前まで編んでいきます。次は角の部分を編んでいきます。前段と同じようにハート模様が2つ入っていきます。ハート模様を1つ編んだら、最後の底の段の角の目は鎖3つではなく鎖を1つ編んでいきます。あとは角の目にもう一つハート模様を編んでいきます。ここが角の目になります。角の目にはハート模様2つ入ってて、ハート模様と模様の間、鎖を1つにしてあります。あとは前段の玉編みと玉編みの間、鎖を1つ編んだ部分にハート模様を編んでいきます。繰り返してぐるっと1周編んでいきます。6段目ぐるっと1周編んできました。最後角の目にハート模様を1つ編み終えて、最初の立ち上がりのハート模様と合わせて2つになったところです。角の目は鎖1つで編み終わっています。ここが最後の底の編み方になるので、鎖1で編み終わって、マーカーをつけておいた目に引き抜き編みをして編み終わります。底の大きさは6段編んで約 16.5cm になってます。次の段、色を変えて編んでいきます。ここから側面を編んでいきます。前段と同じようにハート模様の間にハート模様を編んでいきます。なので今玉編みの頭に針があるので、ハート模様の間に針を入れて、休めておいた糸に持ち替えて引き抜き編みをして、ハート模様の真ん中に目がくるように編んでいきます。鎖2つで立ち上がって、根元にハート模様を編んでいきます。玉編みの頭にマーカーをつけたら、鎖を1つと、もう一つ玉編みをして、ハート模様です。次、前段のハート模様の間に同じようにハート模様を編んでいきます。繰り返して角の手前まで編んでいきます。角の手前まで編んできました。前段で角の目にハート模様を2つ編んで、模様と模様の間、鎖1つ入っています。
ここが角の目になります。前段のハート模様の間にハート模様を一つ編んだら、次角の目で鎖を一つ編んだ部分です。ここにハート模様を編んでいきます。続けて前段のハート模様の間にハート模様を編んでいきます。前段ハート模様が2つ入っています。この段はハート模様が3つ入っています。こんな感じで角の部分を編んでいきます。ここも同じように前段で編んだ角の部分、ハート模様が2つ入っています。間に鎖が入っているので、ここの角の目にもハート模様を1つ編んで、1、2、3個分のハート模様が入っていきます。ぐるっと一周編んでいきます。側面を1段編んできました。全部で36個のハート模様が入っています。最後前段の角の目にハート模様を編んだら、マーカーをつけておいた玉編みの頭に引き抜き編みをして編み終わります。今側面を1段編んできたんですけど、こんな感じでほんの少し立ち上がってる感じになってます。これを編み続けていくと筒状の形になっていきます。次の段を編むときはハート模様の間に目をずらして編んでいくので、鎖の目に針を入れて糸を持ち替えて引き抜いて編んでいきます。1段ごとに色を変えて何段か編んでいきます。この段からは前段のハート模様の間にハート模様が一つずつ入っていくように編んでいきます。角の目のハート模様の部分も間にハート模様が入るように編んでいきます。鎖2つで立ち上がって根元にハート模様を一つ編んでいきます。角の部分にも一つの模様に対して一つハート模様が入るように編んであります。こんな感じでカーブしていきます。糸がなくなってきたので編み足していきます。玉編みの途中で糸を変えていこうと思います。長編みの未完成を2つ編んで、これを一度に引き抜いていきます。この時に糸を新しい糸に持ち替えて、この糸で引き抜いて玉編みを完成させます。糸端は最後に糸始末していきます。あとは今まで通り模様を編み続けていきます。ここで巻き込んでもいいかなと思います。こんな感じで糸を足しながら編んでいきます。側面を全部で13段編んできました。1段ずつ色を変えて編んできて、7段目から
最後までリサイクルコットンで編んであります。これで高さが約18センチぐらいになってます。最後の段を編み終えて引き抜き編みで編み終わっています。このまま糸を長めに引き出して糸をカットします。最後ぐるっと1段バック細編みで編んでいこうと思います。ハート模様の間から編み始めていこうと思います。鎖1つを編んであるこの隙間に針を入れて、タイニーネップ2本取りにして糸を引き出します。鎖1を編んで根元から編んでいきます。根元に針を入れて糸をかけて引き出して細編みします。次は玉編みの頭です。一つ右隣の目に針を入れて糸をかけてぐっと引き出して2つ引き抜いて細編みです。次は玉編みの頭、右隣の目に細編みしていきます。次は鎖を1つ編んだここの隙間です。1つ右隣の目に針を入れて糸を引き出して細編み、これを繰り返して1周編んでいきます。バック細編みで1段編んできました。最後の目を編めたらこのまま糸を長めに引き出してカットします。とじ針を使って糸始末していきます。編み始めのこの斜めに入った糸の部分です。ここをすくって向こう側に糸を持っていきます。ここが編み終わりの目になってます。編み終わりのポコッとした部分です。ここをすくってギュッと引っ張って最後の目を閉じていきます。あとは編み地の後ろ側で糸を隠していきます。編んできた編み地の中に糸端を隠していきます。余分な糸はカットします。バッグ本体が編めたら最後は持ち手を編んでいきます。今回はエビ編みコードで編んでいこうと思います。リサイクルコットン2本取りで編んでいきます。糸端を少し長めに取って編んでいきます。この糸端を使ってバッグに縫い付けていきます。 2〜30センチ取ってあればいいかなと思います。糸をくるっと巻きつけて引き出して、ここはキュッと引き締めずに少しゆとりを持った状態で次鎖を1つ編みます。この結び目のこの部分です。鎖を編んだ下の部分、結び目の左足1本、2本取りなのでここ2本に針を入れて糸をかけて引き出して針にかかった2つの糸を引き抜いて細編みします。次はこの編み地をくるっと回転させると、かぎ針の下にあるこの鎖の目、ここの下にある横に入った糸です。ここ1本分
2本取りなので2本になってますが、これ1本をすくって糸をかけて引き出して細編みします。次からはぐるっと回転させると、かぎ針の下にあるこの目の下にある横の糸です。全部で4本あるんですが、2本取りなので4本になってます。1本取りで編む場合は2本の糸が入っていると思います。ここに針を入れて糸をかけて引き出して細編みしていきます。繰り返して編んでいきます。目地をぐるっと回転させて、かぎ針の下にある目のすぐ下にある横の糸です。4本に針を入れて糸を引き出して細編みです。回転させて針の下にある目、ここの横に入った糸です。ここをすくって細編みしていきます。この編み方を繰り返して好きな長さになるまで編んでいきます。好きな長さ編んできたら、最後は4本に針を入れて糸をかけて引き出して、このまま引き抜いて編み終わります。ここも糸を長めに引き出しておきます。この糸端を使ってバッグに編み付けていくので、ここも20センチくらいあればいいかなと思います。今回は目数で数えずに長さで調整してあります。40センチぐらいで編んであります。同じものをもう一本編んでいきます。バッグを半分に折って、端から約10センチくらいのところに印をつけてきました。反対側も同じようについています。この印の位置で持ち手をつけていきます。とじ針を使って持ち手をつけていきます。マーカーをつけた外側で留めていこうと思います。表側につけても内側につけてもどちらでも大丈夫です。今回私は内側につけていこうと思います。マーカーをつけておいた外側の方でつけていきます。編んできた編み地の中に針を入れて、1センチか2センチぐらい取ったところで持ち手を縫い付けていきます。こんな感じでかがるようにして外側に糸が見えないようにかがっていきます。ぐるっと一周かがってきたら、最後は糸端を持ち手の中に隠していきます。余分な糸はカットします。こんな感じでつけていきます。完成です。春らしい可愛いバッグが編めました。
色の組み合わせもとっても春らしくて可愛いです。底の部分はこんな感じです。底が正方形で大きめなので入れ口も大きくて使いやすいかなと思います。持ち手のエビ編みコードもすごく可愛い感じになってます。スマホと財布を入れたらこんな感じになります。あんまり重たいものは入れられないのでちょっとそこまでお散歩に行く感じのバッグになってます。今回はタイニーネップのオーロラと組み合わせて編んでみたんですが、コーラルオレンジとかオーキッドっていうカラーもすごく可愛いかなと思います。他の糸の組み合わせでも楽しんでいただけると思います。よかったら編んでみてください。